ソユーズトマ -16M は国際宇宙ステーションに第43次長期滞在クルーを送り届けるため2015年3月27日に打ち上げられた有人宇宙船で1967年の初飛行以来125機目のソユーズ宇宙船である。スコット・ケリーとミハイル・コルニエンコは到着後1年間にわたって滞在しソユーズトマ -18M で帰還した。 ソユーズトマ -16M は、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から2015年3月27日19時42分、アトクにソユーズ FG ロケットで打ち上げられた。打ち上げから約9分後に、地球低軌道に到達し、国際宇宙ステーションへのランデブーシーケンスを経て3月28日1時33分、アトクにポイスクにドッキングした。 ソユーズ・トマ -16M は国際宇宙ステーションに緊急脱出用として計流されていたが2015年9月12日に予定通りパダルカとソユーズ・トマ -18M で9月2日に到着したアンドレアス・モーゲンセン、アイディにアイムベトフを乗せて地球に帰還した。当初の予定ではイギリスの歌手サラ・ブライトマンが宇宙旅行者として登場するはずだったが 2015年5月に家庭の事情でキャンセルされた。ソユーズトマ 016M は当初ポイスクに係留されていたが、2015年8月28日にソユーズトマ -18M に場所を開けるためズベズダに移動した。ソユーズトマ 16M は2015年9月11日21時29分、後に国際宇宙ステーションとのドッキングを解除し、パダルカ 猛言船、アイムベトフの3名を乗せて、帰還の途に着いた。ドッキング解除からわずか3時間後の0時51分、後国は無事カザフスタンに着陸した。ありがとうございます。